함정이 아니야. 내가 죽어도 조직은 영원해. 죽어봐라!
大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ、関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して、おい、ああ、
何？ああ、久しぶりだな。話がある。おう、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表いだろ。お前らみたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程し。すぐ倒れんじゃねえぞ。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、桐生さん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。
親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。あ？お前の言う通り、今の登場界にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。登場界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ行く。